はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会便議員靴沢良司でございます。東京地区の支部長を募集しております。いずれ地方議会に立候補して、いただく、予定の支部長大募集であります。動画の説明欄か私のツイッターの固定ツイートからご応募ください。よろしくお願いします。自民党安全保障調査会、防衛費はいずれ世界標準の GDP2% にする前提で今後は議論すると表明。いずれは 2% にしますよ、世界標準にしますよ。これ自民党の方針だそうで、党内で反対する者はいないと。予算増やすことに反対する議員ってあんまりいないんですよね。で、増えた予算にどっか美味しい中抜きできっとこねえかなって探すのが議員の常でして、極左化して調子がいい東京新聞が即発狂しておりました。極左化して調子いいっていうのはですね、例の慰安婦捏造記事で、朝日新聞があれは誤りでした。誤っちゃって以来ですね、以前ほどキレがなくなっちゃったんですよ。こいつ頭おかしいなっていうような極左、左翼が喜ぶ論調がちょっと鈍っちゃったんですね。朝日新聞がちょっとビビり萎縮しまして、慰安婦が捏造ってバレて以来ね。それで生ぬるい記事書くようになったらですね、東京在住の極左どもが最近の朝日新聞は生ぬるいっつってですね、東京新聞に乗り換えたんですね。で、数ある新聞が全部部数落としてる中で、東京新聞は部数伸ばしたんですよ。なもんで自信持っちゃって、極左な記事を書けば書くほど受けるって自信持っちゃったんですね。で、今はひどいと。地方議会の共産党議員あたりと組んでですね、何かあればすぐ報道。私のヘイトスピーチを繰り返す靴沢を議会は何とかしやがれっていうですね、頭がおかしいフェミが出した陳情のことなんかも東京新聞記事にしてました。そんなのね、記者が知るわけねえから、共産党からあたりからご中心、こんな面白いことがありますよ。あるいは陳情を出したフェミとつるんでいくかもしれないですね、もともと仲間でね。東京新聞が即発狂しておりました。憲法が掲げる平和主義の理念が一層形骸化するっつってですね、防衛費を増やすことを、こいつらの目的、言いたいことは侵略しやすい国のまま日本を置いておくと。これに全力で邁進してますんで、侵略しにくくなっちゃうって、一言で言うとこういうことなんですね。ネットの反応です。ウクライナ見てたら仕方ないよな、いいことじゃん、周りに変な国が多いからな、核保有もセットでやれ、中ロ北の核保有国に脅されてんだからそうなるわ、ドイツも倍にするって言ってるしな、弾道ミサイルは保有すべきと。これは今ひょっこり出てきた方針でなくて 2% っていうのですね。防衛費 2% 11兆円ぐらい、約ほとんど倍増になります。トランプ政権から圧力受けてました。これはもう軍事費増やしなよ日本さんはよ。NATO に対してもですね、やる気のないドイツに対して安保のただ乗りをやめろ、きっついことを言ってまして、トランプ前大統領ね。自分で守る気あんのか、俺らが攻撃された時にその防衛費で俺らを助けてくれんのか、俺らにばっかり助けられる気しやがって、ということなんですね。日本にだけそれ言わなかったわけないんで、トランプ政権の時からせっせと軍事費増やしなよって言ってたとは思います。今のバイデン政権なんですけど、軍部と情報部は変わっていない。
バイデンの支配を受けていないって噂がありまして、本当かどうかはわかりませんけれども、まあトランプ路線継続してんじゃないですかね。GDP2% は NATO 加盟資格であります。そのぐらい頑張ってないと、守ったり守られたりの関係になれません。守ってもらうばっかのつもりでいいんだろう。俺らが攻撃された時に守ってくれないつもりだろうって言われちゃうんですね。なので未だに帝国は NATO に参加できてません。正式参加できずにオブザーバー参加のミソッカス扱い。ミソッカス。日本産はいいんだよ。小さいから。かなんか言われて、鬼ごっこなんかの時で、鬼にタッチされても、捕まらないミソッカス。大体ですね、ちっちゃいちっちゃい子供、誰かの弟とか妹とか、ちっちゃいちっちゃい子供がなる役に、日本が甘んじている、国辱であります。東京新聞。達成されれば防衛費11兆円。米中に次いで、世界第3位の軍事大国になってしまうーつって記事書いておりましたけど、共産党や立憲や東京新聞は、9条を維持して、防衛を妨害して、帝国を侵略しやすい国のまま置いておくことが目的なんですね。もちろん朝日や毎日も、政教新聞もね。今年の防衛大綱でですね、防衛省が敵基地攻撃能力獲得のため、長距離ミサイルが必要であると明言いたしました。それのために軍事費増やしてくんないか、みたいなことでね。北京は、巡航ミサイルでも射程内なんですけど、実は、トマホーク、最新型トマホーク、射程が1000キロ。で、北京にも届く。ですけれども、モスクワには届きませんよね。それではね。巡航ミサイルではね。だから、長距離ミサイル、したら H2 とか H3 とか改造すれば、即、ミサイルなんじゃねえのかな、ちょっと思ったりしましたけれども、それじゃあ、侵略できなくなる。一昔前なら、左翼が発狂してただろうですけれども、ウクライナ侵略を見て、帝国の平和ボケども、だいぶ弱ってるらしく、そういう発狂した批判、非難合合にはなっていません、今んとこ。東京新聞しか伝えてないのも原因なのかな。論外野党の立憲民主、参院選向けに21兆円のばらまき政策を発表いたしました。低所得、子育て世帯に5万円給付、などと。これまあ、自民がやったな、10万円でしたっけ、その時は。住民税、非課税の世帯で、子供一人当たり10万円配ってたかな。物価高に政府は対応できてなーい。憎まれ口を叩いておりましたけれども、ネットの反応です。そうでしたっけ、うふふふふ。ガソリン値下げ隊と同じ匂いがする。これ公約しても、ちっとも守んねっちゅうことですかね。埋蔵金、ガソリン値下げ隊、天下り禁止、あとなんかあったっけ、公約破りのことでしょうか。いろいろありますよ。ばらまき批判しておいて、だから低所得者ってどういうくくりなのよ。こいつら自民の給付金を叩いてなかった。これには選挙目的のばらまきと言わんのか。5万円なら国民全員に配っても6兆円ぐらいなんだが、計算おかしくね？おかしくないですか？1億2000万人に5万円配ったって6兆円なんですけど、おかしいな。それが21兆円になんか増えてますけど、増やした分は俺らが取るみたいな、なんかずるい抜け道でもあるんでしょうか。立憲の公約が守られるわけがないっていうのは民主党政権で実証済みであります。そうでしたっけ、うふふふふっつってね。革命を成功させた後は好き勝手やるっていうのが、それが左翼、ですんで、革命を成功させるまではどんな嘘でも平気でつく、好き勝手やる予定だから、逆らえば消すから、逆らうやつは消しちゃうから、それが左翼であります。そうでしたっけ、うふふふふ、再びになるのは、明白なんで、何一つ信じてはダメです。立憲の公約、何一つ信じてはいけません。21兆円の支出をですね、財務省が許すわけもないんだよな。それに財務省に、万の犯罪と不祥事捕まれてる立憲が財務省に逆らえるわけもないんです。
全然逆らえません。これは畑山から菅直人から野田佳彦から財務省に尻尾つかまれてます。鳩山はね、母ちゃんから小遣いもらったの贈与税脱税で、おめこぼししてもらった。菅直人は北朝鮮関連団体に、寄付金移動したのをおめこぼししてもらった。野田佳彦はなんだっけな、前任者の不祥事いろいろ捕まれて、違うわ、民団だ、落選時代千葉の民団に生活の面倒を見てもらってたみたいなんですよ。4年間落選した時代あるんですけど、でね、本人はね、広く薄く全国からのご支援で生活してたみたいなことを言ってますけれども、千葉の民団に浪人中養ってもらっておったと。でね、新年会かなんか行って、民団の新年会かなんか行って、野田佳彦ね、皆様のおかげで当選できましたかなんか言って言ってんだよ。それ映像残ってますからね。ブルージャパンへの支出もそのうちのほんの一つであります。これ6億円だか8億円だか9億円だか金額はされましたけども、億単位でブルージャパンに金流してますよね。守る気ないから大きい約束できんですよ。21兆円なんですよね。ちょびひげも言ってました。嘘は大きければ大きいほどいいと。民衆はそれを信じる。ちょびひげが言っておりました。私がここで言うまでもなく、立憲は議席減らしますね、これね。維新と民民以外は全部減りますね。特にですね、岸田が引責辞任する程度のほどほどに自民が減るのが望ましいな。与党転落なんて言うと目も当てらんねえから、これは嫌なんですけど、自民以外に国家感がある党が全然ないんで、維新もなんかね、都派と一緒で所詮地域政党、国家感ある人がいない。自民が与党転げ落ちと困んですけど、ほどほどに負けて岸田総理が辞任する、次の総理になるっていうのが望ましいですね。シーカゾ参院選に向け、改めて自衛隊活用の党方針への理解を求めると。これ近隣諸国で話し合って自衛隊は必要ないねということになったら段階的に廃止します。自衛隊は憲法違反です。なので9条か自衛隊か選ばなくてはいけません、皆様ご理解よっていう路線をですね、シーカゾーが改めて言いました。ネットの反応です。共産党員はこれについて意見しないの、解体してから攻撃されたらどうすんだよ。自衛隊に頼りながら自衛隊解消を目指すのは矛盾している。完全に解消するまでは利用する、そんなのただの奇弁でしかない。こんな矛盾まみれの大転換も独裁者を批判する党員はいない。反自衛隊運動してきた党員はこれで納得すんの？委員長に逆らえばどんな目に遭わされるかわからんから、みんなだんまりと。批判はない、党内からの批判は一切ない。党員はですね、思考停止してて、理論も理念も信念もなんもねえから批判もないですね。教祖シーカゾーの言うこと、ありがたやありがたやって聞くだけですね。シーカゾーが間違ってる、間違ったこと言ってるとすれば、今まで自分らが信じてきた共産党を否定することになっちゃうから、それはできないと。共産党員が共産党に尽くす理由、共産党を信じる理由なんですけど、1、共産主義を信じることでお手軽に自分は賢いと思えるから、これですね、まずはね。共産主義を理解しない、この素晴らしい、理念を理解しない、普通の人間は俺は理解しているなんて賢いんだつってですね、共産党員になっただけで、C 和夫の言葉をって聞いてるだけで、自分は賢いって思うんですね。他者を共産主義を理解しないバカ者と見下せるから、
つまり自分に特別感を与えてくれるってことですよ。他人をバカにする力をもらえるってことですよ。党を信じてさえいればね。お手軽ですね。長年これにどっぷり使ってて気分良くなっちゃっててぬるま湯で、そういう人はですね、シーカゾーが変なこと言っててもですね、聞かないように考えないようにしてます。だってシーカゾーを批判することイコール今まで共産主義を理解していて賢いって思ってた自分はとんだ騙されやすい人間であった。ただの他者を見下すだけ見下していた自分は実はそんなでもなかったって認めることになっちゃいますもんね。共和様の言うことは絶対のマジ宗教であります、共産党。だから宗教と政治の結びつきは危ないんですよね。そんなのは共産と公明と幸福見れば一目瞭然なんですけどね。政教分離が建前なのになんで厳しく禁止しないのか全然謎。公明は与党だから手出しできないって公安の人から聞きました。本当は本部ガサ入れしたいんですけどって聞いたことあります。まあ数年前ですけどね。宗教政治の最大の危険はですね、教祖の一言でこれまで言ってきたことを全否定、そして信者は誰も何にも不思議とも何とも思わない、批判もないっていうところですね。教祖がある日突然、このカラスは白だからって言ったら信者ははいっつってそれに従う、そういうのが危険性ですか。そういう危険性があるんですよ、宗教絡みの政党って。これが一番の危険性だと私は思っております。山口環境大臣67歳、電気代上がるけどご理解を、再エネ電力増やしていく。岸田総理64歳、ガソリン二重課税はやめないが国際秩序を守るためご協力よ。バカ野郎、ガソリンの二重課税やめて原発動かせと非難豪々っていうのは昨日の話題でありました。ジョンソンイギリス首相、プーチンのような人物に影響されてはならないとして原発発起を新設すると昨日発表しておりました。プーチンのような人物に我が国のエネルギー事情を影響されてはならないという意味だと思います。ネットの反応です。こういう時のイギリスの突破力はすげえな、決断早え、羨ましい。まあ結局原発しかないんだよね。自然な流れだな、原発しかないよ。他国にエネルギー依存するのは危険。原発リスクよりもロシアリスクの方がやばいから、敵国指導者の判断に左右されてるのって一番まずい。100万キロワットの原発が5基稼働していればイギリスはやっていける。そうなんだ、500万キロワットあれば最低限のあれはできるみたいですね、イギリスはね。現在海水からのウラン抽出研究っていうのは日本原子力開発機構ってとこが中心になってやってるんですけども、海水中には地上ウランの1000倍以上含まれる、ほぼ無限に存在してですね、もう少しで掘り出すよりもウラン鉱山から掘り出して輸入するよりも安く抽出できるみたいなんですよ。こういう論文、海水からのウラン抽出技術の現状と展望なんて論文出てますけれども、あとこちらがですね、抽出するスキームですか、そういうのが示されてますけれども、これウラン海水抽出で皆様検索してみてください。だいぶ進んでます、だいぶね安くできるようになった。これ輸入しなくてもなんとかなりそうなとこまでもう少しになってる。海水から無限ウランで全電力賄えば ABCD 包囲網もへみたいなもんで、いいよ、ずっと封鎖してれば、言えたんですね。ガソリンや軽油よりも電力がうんと安いってなればですね、トラックも漁業の船、船舶も電気動力になるんじゃなかろうか。
そっちの方がずっと安いっつうのったらね、プラスチック作るのにどうしてもあの原油はゼロじゃまずいって言うんだったらば、新潟や北海道に油田ありますよ。これあの採算取れねえからあまり掘ってませんけど、380万バレル、1年に、出ております。さらに尖閣諸島海域に存在するですね、白樺油田って、皆さんご存知でしょうか。白樺油田で検索してみてください。自民党のあの小尾衆議院のせいで採掘が進んでませんけれども、中国はこれ狙ってですね、毎日毎日尖閣に嫌がらせに出向いて来てんですけれども、埋蔵量は推定316億バレル以上、です。日本の2019年の原油輸入量、つまり消費量は 3.8 億バレルだったんですね。ざっと見て、白樺だけでですね、何十年かは賄えちゃうんですね。100年近く。100年は無理か。100年近く賄えちゃうんですね。ここ掘って掘りまくれば。なんで自民党経産省は白樺油田本気で掘らねえのかな。小山号が潤うんだぞ。自分のことばっかり考えてんじゃねえって、事流れで済まそうとすんねえ。俺が任期のうちは、俺がこの部署にいるうちは、何事もない方がいいっつって、ほっとくなよな、思っております。そういうわけで、東京支部長、募集しております。よかったらご応募ください。デトックスジャパン。